が検出されコンピューターのオーディオ出力がオフになりましたってどういうこと？ライブストリーム出力への影響はありません。コンピューターのオーディオ出力を再度オンにするにはレイアウトメニューからマスターオーディオを選択してヘッドホンのボタンをクリックします。よくわからんで、まあこんなもん。どうですか？何が言ってないんだろう。いや、とりあえず流れてるっぽいんでいいや。じゃあ録画は影響ないけど、放送には影響してるんじゃないの？放送の方が影響しないと思う。あ、そうなの？多分ここに音が出てたら。出てる。あ、大丈夫だ。じゃあ余熱ね。火入れますよ。はい。なんかカラカラいってるけど。はい。ドラムの中に豆入ってんの。あ、蒸気切るの忘れてた。0.6。明日抽選です。あれですかね、やっぱここでコメント書いてくれたらもう当選はまあ確実って感じですかね。ってみんなに言っちゃってんだけど、0.6 ですよ。大丈夫ですね。0.6。です。ありがとうございます。問題はあれだよね、このユーストリームがいつまで持つかって感じ。最近見てないかわかんないけど、年末の方が調子良かったよ。あ、ほんと？一応向こうの方も一応用意はできてる。あ、はい、見ました。見ましたっていうか電源落ちないんで。うん。あ、Facebook 動画までやれてなかったっけ？やってなかった。画面が出てるだけでさ。まあいいんですけど。じゃあ、そこまではやっとこう。はい。いや、いいです。だって。やれる？別にできないわけではないので。はい。てか、この時間の方が重要なのね。もうここで決まっちゃうのね。はい。通ってたのジェルネの暑いとってはよね。よくバカにしすぎだよね、ちょっと。いや、そんなことないね。余熱確認してますから。マジでって。はい。マジでって言われてますよ。日頃の行いが良ければ当たります。マジでって言われてますよ。多分ね、デコボコさんは日頃の行いがいいから当たると思いますけどね。ただ他の人も日頃の行いがいいんで、他の人の方が日頃の行いがいい場合はそっちの方が当たりますね。そう。まあこのブレンドは少し酸味を消して飲みやすい感じにはしてるんですけど。っていう焙煎度合いにしました、昨日。ケニアとガテマラとブラジルのブレンドになります。サンプルが欲しい。196。
あ、そうだ、219と、匂いだね。こう迷うんだよな。こうこれがあるとやっぱりちょっと浅めに落としたくなるっていうか。ただディスカバリーよりは焙煎時間は短くなるので、あれですよ、198.5 まで。それ超えないように。はい。当選確実ですね。当選確実ですね。まあ日頃の行いが良ければってこんな感じ。どうなんですか、ね、みんなに言ってるからな、これ。うん。900分の5に対しても言ってるよね。900分の5ぐらいに対しても言ってる。あれね、うん、ナンバーズの方のからも5名ドリップダラーが当たるんですけど、そうそれも来ればお客さんにカメラのとこで語っていただける。本当に不思議だな。みんな当たると、みんな当たると言われてまして、結構当たると思うよ。当たるのかな。当たるでしょ。900分の5っていくつよ。え？あ、じゃあ500は5分、あ、900分の5。まあ、計算すれば900を5で割り合いにで。難しいです。え、5を900で割るんでしょ。え、なんで900分の5だもん。何人に1人当たるっていう風にしたいんでしょ。すごいよ。 0.5% 0.6% ぐらいの確率なんですよ。え、嘘、違うでしょ。当選確率違うよ、違う。だって5割る900でしょ。逆逆。なんで900を 5で割ったらすごい数になっちゃうじゃん。180だよ。だから180分の1やん。だからじゃあ1を180で割れば 0.005 だから、かけることの100で 0.566% じゃん。計算に関してはね、悪いけど、負けないのでですよね。あまりなことを私に言わないでもらいたいなですよね。だからその確率に比べると、うん、シールラリーの方の確率はやたら高い、ね、やたら高いわけですよ。なんせあれだから、ナンバーズの方はここに買いに来ればかけたじゃないですか、うん、ね。だから約900枚ぐらい使ったわけですよ、うん、書いた人がいるわけですよ、うん、そこにの、5人が当たるわけですよね、うん、だけどそれも1500円でドリップだから。そういいの。ドリップじゃないか。なんせネットの方に金を使いすぎたんで。5000でございます。はい、しょうがない。一応 0.6 OK です。はい、
余熱っちゅうのが大事っちゅうのはね、うん、煉瓦堂記載の件ですね。そうです、煉瓦堂に書いてあった、そうです、5名に当たる、はい、5名も当たるんですね。1500円相当、はい、ドリップダラーが5名に当たる。でも大人気ですからね、ドリップダラー。うるせえのかな、はい、うるせえのか、いやそう言わんでよ。なんかさ、ブルワンとかさ、ドリップホットセットとかさ、いや、あれと同じぐらいのレベルのもんがあげたら、なんか悲しくね。ネットで一生懸命ハガキまで出した人間からすりゃ、じゃあ確率から言ったらさ、ネットでさ買い物してだよ、ハガキ送った方が、うん、あれじゃん、おや、当たりやすいね。当たりやすいじゃん、うん、当たりやすい、それは認めますよ。焙煎は複雑なんで、なんか緊張しちゃうんですけど。複雑じゃないですよ、全然。ね、最初のとこだけですから、それ以外は今までやってること何も変わりがない。日頃の焙煎をきちっと真面目にやってればできると思う。はい。それ以外は何も変わってない。日頃の焙煎はきちっとやってる。焙煎がしっかりできてれば問題なしですね。うん、そうね、2017下げてるので、普段の余熱よりもさらに長くなってるので、今日はかなり長いと思いますね、余熱の時間が。火力を下げるっていうことは、その分だけ炎もふらつくんだよね。だから非常に不安定なんで、ふらつくって言ってもさ、数値的に見てると 0.6 の火力って、あんまりふらふらしないんですよ。結構安定してるけど、 0.7 の火力とかの方がまだふらふらするっていうか、炎見てるとふらつくのが怖いな。じゃあ、とりあえずふらついている炎というのがどういうものか、こんな感じです、
フラフラと不安定な感じで、やっぱ強い炎じゃないんで、この場合はものすごく柔らかく熱を、釜に当てて、釜全体を温めようとしてる。ちなみに生はこっちですか。はい、今回の焙煎のポイントは、焙煎自体はその普段焙煎している焙煎方法と変わらないんですけど、ガテマラとケニアとブラジルのガンスエルチは違うので、焦げやすい豆と火の通りにくい豆と、プレミックス状態の状態で、そこのところですかね。均一っていうか、なんていうの、ん、焦げないように焙煎する。結局火の通りやすい豆が先に焦げてしまうと、その焦げた味がどうしても、目につくというか、だからそれを、起きないように焙煎しなきゃいかんわけですよね。そう、なんかさ、丹部先生か誰かが、丹部先生だっていう気がするんだけどな、焦げって1個でも入ってるとすごい感じるとかって、なんかそんなようなことを言ってたような人がいたりとかする。焦げの味は結構強く、ちょっと入ってるだけですごく強くて、でブラジルは平たくて水分量が少なくて火の通りが早いので、それとガテバラとかのこうちょっと高知で採れた硬い豆がブレンドされてる状態で、フレーバーに関して言えば、ここに関して言うと冬場の方が火力のパワーが強くなるので、そうですね、まあ焦げる可能性があると。ガス自体がね、どうしても冬場のがパワーが出ちゃうんでね。というよりも夏場がエアコンの影響を受けたりとか、排気の上がりが悪いんですね。そこだと私は思いますけどね。火力のパワーを生むのがありますので。あら、サンチェスさん、溶岩そこへ行くかもしれないって。あ、そうっすか。ね、出演したいの、サンチェスさん。それとも抽選のあれ、抽選したいの。そうするとあれだね、厳正なる抽選に、キサンジーさんのもう勝手気ままな抽選っていうことになるかな。あれだよ、来るってね、その後の電車の焙煎も付き合わんとかんくなるよ。よろしくお願いしますね、キサンジーさん。ちょっとだけ早い。何が？いや、今日アイスを焙煎した時。ああ、はいはい。大丈夫。ほんまちょっとだけ早い。いや、問題はそこよりも0.9 ですよ。やってないので。うん。空気密度に影響されるのかな。なんかね、湿度が下がったりとかする。排気が上がりやすい感じがしますね。カラッとしてる方が。とにかく夏場は排気を上げるのが大変で、なかなかパワーをつける方が大変になってくる感じですかね。ここに限って言えば。
ところもあれです。これに外していれば。で、明日抽選やって、その後抽選、あれ どうやろうかね。全部抽選するとすげえ時間食うんだけど、それだけで番組終わっちゃうんだけど。え、でもそれで終わりでしょ。だってゲーシャ見ましてやるもん、その後。ああ、え、だってし、あれでしょ、番組、抽選の番組なんじゃないの、明日。私勝手にそう思ってたけど。抽選だけの番組なの。抽選で終わっちゃう番組なんじゃないかなと思ってたけど。どうなのかしら。普通テレビの番組で抽選しかやらないから、ね、それはおかしくね。え、じゃあ何やるの。まだ決めてはいないけどさ、抽選だけみたいな。何やる。どこまで読み上げていいのかな。え、どこ、何県の誰々さんみたいな感じじゃないの。そこまでね。え、なんていうの、それとも静岡県の中川さんみたいな、2時ぐらいみたいな感じじゃないの。それもダメなの。いやいや、わかんない。どっちかっていうと、すぐ実名を喋っちゃいそう。それはダメだと思う。アウトだと思う。アウトだね、多分、うん、いかんよね。多分それはいかんだろうなと思ってる。これ 0.9? 今 0.9 これが。あ、もう Facebook 動画。あ、そうだそうだ。はい、やってきていいですよ。なんかすごい重そうだよ。開かないもん。開くのにすごい時間かかった今。これダメだと思うよ私。どう考えても3つって、ネットワークの問題ある。これ止めたら、これそんな私も今やれっていうの。で、あら、ライブ動画が出ないのなぜこれ。これ出ないよ、ライブ動画。え、動かん。使えないよ。止まったよ。で、出てこないの。写真動画とかさ、このタグですか。これ新しい方なの。新しい。出てこない。大河ドラマについて10分ほど喋るって、喜三太さんが。
あら。同じやつ食べてる。ナンプラーなんだっけ。あ、おや、あれでしょ、浜松の方でしょ。うん。ちょうど、あれじゃん。静岡県だ。あの、マスコットにあったよ。去年。あ、ほんと。もう、あったよ。あ、すごいね。たまたま。あと100日で放送開始っていう日に市役所に行ったので。なりましたよ。はい、行くよ。こういうこと喋るともうあれですね。あんまりさほど変わらずって感じですかね。102で了解。すごいいい線してんだ。 90.9 っていうことはさ、91度って言ってるんだからさ、 0.1 度って言わないわけですよ。うん。裏面かな。105 104。あー、今日110。うん、104にしといて。にしといてもらって、で、102が、3分ぐらいで来たら、102とか103で。まあ、3分ぐらいで来たらもう、こう、あれって。3分よりも、もっとすごい前、2分50秒とかで来たら105までなりたい。ちょっとね、3分ぐらいかけたいじゃん。あ、ヤットさんで。何で？どうだ？バチョン？うん。帰るで。まあ一応念のため頭かかるから。すげー。じゃあ明日楽しみに待ってます。持ってきてね。持ってきてね。
お土産待ってます。でちょっと一度閉めて、開く。ちょっと待って、見て、ヒルを超える時があるんですよ、たまに。どういうこと変わるので、見えない。高くなってきたりするんですよ。あとずっと加熱水蒸気が入ってたりすると、電源が入ったりするとちょっと上がりやすい。混ぜたかと思った今。いや、混ぜたかと思った。なんかそう、なんか鈍い感じの引き外の音みたいな音が。だいぶ緩やかな感じで、キッチンとして、うん、あー、マジでかかってないわよ。
まあ緩やかに進行中とかにして、他もちょっと強いじゃない、2.5 で そんなくらい見かけたはがきを。音いいじゃん。
あるなぁ。おぉ。感じがした、うん、あのね、した気持ちはもうだって196超えて、うん、3.5 は限界なので、いあったらすぐ落とさないと、あれじゃん、入りが深くなっちゃう。すごくそこのところで多分ね、もうだって浅い方がいいんじゃないですか、この種は。ギリギリの深いところまで持ってってる感じなので、それをちょっと浅めの方が本当はいいんだけど、またんでもいいね。いやー綺麗じゃないですか。27 8.2 の16.27
さあ、レベリだね。そうね。27はちょっと長い。ビビりすぎて火力を余熱を弱くしたのが原因なだけだと思うよ。あ、そう。うん。ビビったかん？やっぱり。病気に行くべきだったな。明日の予熱決まった。おお。ビビリはいかんってことか。そう。
どうがいいのかな。このぐらいのが。なんかあれかな。あ、こんばんは。すいません、あんまりこっちのフェイスブックの動画の方は見つけれてなくて。あ、小倉さんもこんばんは。バス停終わりまして、はい、じゃあこっちもさ、はい、これさ、これこういう風に外して持っていけばいいの。さすがに豆ぐらいちょっと、はいはい、じゃあ僕やります、はい、あ、そのままで、あ、このままで、そのままで、あ、いいの、こっちは、はい、OK です、はいはいはい、ここで、せっかくなので挨拶を、あ、はい、あ、待って、すいません。あれ映ってるのかな。あ、はい。玉木ブレンドの昨日新したぐらいの焙煎度合いにて焙煎は一応終了しまして、まだ飲んではいないんですけど、深さ的には昨日の飲みやすい、焙煎度合いにきっちり仕上がってるかなっていう風に見た目には見えました。で、まだちょっと販売価格とかパッケージとかすら決まってない状態で、ですが近日中にホームページの方で販売をしたいと思ってます。で、50g 単位でこれからは、100g なら 50g を2個とかっていう形で、お買い求めいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあそういうことで、まずこっちから終了しますね。うん、終了。あ、で明日芸者の、明日芸者の本焙煎やります。なんか草人さんが週刊フレーバーで来るみたいなことを、大河ドラマのことを10分話したいというふうに言ってたので来るのかなっていう感じもしますが、まあ週刊フレーバーでシルラリーの、抽選を行って、キサンジンさんが10分ぐらい大河ドラマについてお話をして、で週刊フレーバー終わったらエスメラルダの方の本焙煎を始めたいと思ってますので、そちらももしお時間ありそうでしたらご覧いただければと思います。では